カムロ町の半グレ集団 RK が追うのは便利屋桑名。星稜高校の英語教師沢陽子との接点を見つけるべく、八神は桑名の正体を探る。やがて浮上してきたのは、桑名を偉人町の人々に仲介したというバーのマスター。彼は誰も知らない桑名の過去を知っているはずだった。ほら、うわ、決まった。すげえ吹っ飛んでんじゃん。バーカ、決まってねえ。てめえ、三つろ何避けてんだよ。顔で受けろっつってんだろ。もう一回やるぞ、もう一回。鈴木、携帯で撮れよ。はいはい。今度はマジですげえの決めっから。うぃー、いつでもいいよ。おい、てめえ、逃げんな。みつる、何しらけることやってんだ、これ。ああ、こりゃお仕置きだぞ。もうやだよ。お仕置き、お仕置き。さあ、皆さんと一緒にお仕置き。楠本みつるのストリップショー。やだやだやだ。てめえ、何蹴ってんだこれ。ああ、調子こいてんじゃねえぞみつる。やめてやめて。みつる、ほら。はいはい、足閉じない。それじゃカメラに映んないよ。もう素人じゃないんだからさ。うわ、こいつションベンしてる。うわ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 、うっそ、キモ。きったね。マジかよ。この動画を俺は北方先生の事務所で見つけました。大事に隠し持っていたようです。表示されてる日付は楠本満が校舎を飛び降りた当日。彼がいじめられている様子をあなたも笑って囃し立てていた。旦那さんとお子さんがいない時でよかったね。こんなの見られたら驚いちゃうよ。この動画の件で北方先生から何か言われたことはないですか？お願い、それを消して。画面を見る限り、この動画は隠し撮りされたものです。これが存在することを間宮さんはご存知でした？ここに映ってる満君は今も意識が戻らずにいるみたいだけど、当時責任を問われたのは河合信也一人だったよね。いや、それと教師を辞めることになった北方先生もか。でもあんたらは知らんかを決め込んでこんな幸せな家庭を持ってる。何？向こうが気になるの？間宮さん、いつかこんな風になると思ってた。どういうこと？誰？この人が仲間を呼んだんだ。
約束通りここにいる。そっちは間宮優衣を解放してくれるか。どうした、お互い歩み寄る気がないならここで延々にらめっこが続くぞ。まあそれも一興だけどな。もしもし、八神さん。桑名に会えた。間宮さんはもう自由にしていい。わかった、了解。世話をかけた、八神。まあ座ってくれ。あんたとはじっくり話したことがなかったな。カイトの具合はどうだ。あの人は順調に回復してるよ。けど沢先生はもう帰ってこない。不可抗力だった。彼女が巻き込まれるなんて予想もできなかった。じゃああの日あの人のマンションにいたのは何でだ。 RK の相馬はあんたを捕まえるためにあそこで網を張ってた。彼女が死ななきゃならなかった理由はあんたのせいなのか。どうなんだ桑名。俺のせいなら安心か。なんだと。自分が事件に首を突っ込んでなければ彼女は死なずに済んだかもしれない。お前は心のどっかでそう思ってんじゃないのか。もしそうならそれは違う。彼女を巻き込んだのは間違いなく俺だ。あの子が殺されたってニュースで知った時は正直心が折れるかと思った。取り返しがつくものなら何だってやる。ただ俺の場合それには何年も前に遡らなきゃならない。あんたがまだ教師だった時にか。ああ、俺は自分って人間が壊れる音を聞いた。それを味わった人間は良くも悪くも大きく変わる。お前ならわかるだろう。少し調べさせてもらったよ。昔お前は弁護士してた時無罪を勝ち取ったんだってな。でもそれがきっかけで一人若い女の子が死んだ。俺もお前と同じだ。俺たちはお互い死ぬまで治らねえ傷を負った、はあ、そうかもね。俺にとってはそれが13年前だ。楠本充が飛び降りる前日、あいつがいじめに遭っていると俺に知らせてくれたのが沢君だった。それまで俺はそんな大層なもんじゃないと思ってた。少しいじりが過ぎただけ、男の子同士じゃれ合ってるだけ。まあ確かに河合と満とじゃ体格差はある。だからそういう時俺はあんまりやりすぎんなよと笑って言ってやったわけだ。俺が聞いた話じゃ薄笑いだった。ああ、同じことだな。そんな俺に沢君はこう言ったんだ。先生、本当に気づいてないのってさ。まるで俺を憐れんでるような顔だったよ。彼女が言うにはクラスの半分近くがミツルをいじめてた。いつだったか駅のホームでミツルを見た時は今にも飛び込んじゃいそうだったって。警察ならともかく、あの時点で探偵が嗅ぎ回ってくるにはちょっと早すぎる。だから俺は想定外の相手は排除し、ついでに彼女にもそれとなく関わらないように匂わせることにした。どうやって。お前と沢君が待ち合わせた店にネットで雇ったハンピン・リューマンを送り込んだ。お前が案外やるもんで、かえって彼らを逃がすために俺が出てく羽目になったがね。そのドタバタの裏では警告代わりに沢君へ御子柴の写真が渡されていた。
その役割を果たしたのは間宮ユイだ。13年ぶりに会う同級生に沢君は気づかなかったよ。サングラスの女、あれも間宮ユイだったのか。あの日起きたことは全部沢君へのメッセージだった。ただいいやり方じゃなかったかもしれない。ああ、多分沢先生はあんたが三越芝殺しに関わってると確信したはずだ。あの店で彼女が俺と待ち合わせしてたことはあんたしか知らなかったんだから。いずれ沢君が俺を疑ったとしても警察に売ることはないと思ってた。俺たちには教え子を自殺で失ったという同じ過去がある。だから彼女には俺と関わりを持たないようにさせればこと足りたんだ。それで終わりのはずだった。ん？沢君が殺されることになったあの日、彼女は俺にすぐ来てほしいと電話をかけてきた。涙声でな。なぜ泣いてるのか、なぜ会う必要があるのかを聞いても答えちゃくれなかった。なのにのこのこ出向いていったのか。あんたらしくもない。お前は俺のことを何も知らないだろ。じゃああんたは沢先生からの呼び出しを受けてどうするつもりだった。もし彼女が俺を三越芝殺しの犯人として疑い、それで思い悩んでいるなら全てを打ち明けてもいいと思っていた。沢君になら俺のやっていることも全て理解できたはずだ。けど今にして思えばあの呼び出しは彼女が RK に脅されてやらされたことに過ぎなかった。俺と電話してた時も沢君の部屋には連中がいたんだろう。彼女が泣いていたのも俺の質問に答えられなかったのもそのせいだ。 RK はなんであんたを追ってるんだ。わからない。何？それがわかってりゃこんな無様に逃げ回ってない。本当か？連中の動きが見えていないのは俺もあんたと同じだ。しかも奴らは人を殺すのをほとんどためらわない。ってことは多分 RK には何かでかい黒幕、後ろ盾がついてるんだ。それについては俺たちも同意見だ。失礼。ああ、こっちはまだ八神さんと一緒だ。そっちは杉浦君たちにつけられてないか。わかった。ならすぐに合流しよう。間宮君からだ。おかげさまで無事に解放してもらえた。杉浦君にはよろしく伝えといてくれ。まだあんたをどこにも行かせるつもりはないよ。もうお前らは手を引け、八神。沢君のことも含めてあとは俺の方でやる。そっちも引っ込みがつくようできる限りの説明はしたはずだ。ここであんたに消えられるともう捕まえる手がなくなるんでね。せめて連絡先ぐらいは置いてってもらわないとな。それには及ばない。俺の姿はこれで見納めだ。そりゃ人を舐めすぎだ。食わな。くそ、食わな。また会いに来てくれたの？間宮さん。一旦桑名の代わりにあんたで我慢するしかなさそうだな。